その、あずさみ神社から、あのね、音楽をいろいろ教えてもらったっていうことを今思い出してます。ルイさんがね、明日お祭りがありますよ。大神楽をやりますよっていうんで、神楽の、お祭りのシーズンに行きましたら、大神楽やって笛吹いて、すげえかっこいい。